1968年のコース1968年のルマン24時間レースは36回目のルマン24時間レースであり、1968年9月28日から9月29日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。それまで存在しなかったプロトタイプレーシングカーの排気量上限が 3000cc に定められ、大きな曲がり角を迎えた。 これは物量を投入してヨーロッパメーカーの大きな脅威となっていたフォードを締め出すためのもので発表されるとこれに不満を持ったフォードはいち早く不出場を発表した。ライバルであったフェラーリもそれまでのフォードとの物量競争に資金力を消耗しており新たに 3000cc エンジン開発の負担に耐えられずワークスチームスクルデリアフェラーリとしての出場を見合わせる旨を決めた。 小敗機両者で、クラス優勝や性能指数賞や熱効率指数賞を勝ち取ってきたメーカーはこのレギュレーション変更を後期と捉えた。ポルシェはこれに合わせて、水平対向8気筒 3000cc のエンジンを製作し新規開発したポルシェ908に搭載して、世界選手権に投入、アルピーヌルノーやマトラも 3000cc プロトタイプを製作した。 しかし、年間50台生産 5000cc 以下を条件としていたグループ5のスポーツカーの条件が年間25台生産に緩和されてフォードにも参戦の道が明け、フォードは一転して参戦を決め、ハリー・ウェスレイクがバルブハサミ角が狭いコンパクトなシリンダーヘッドを開発し、4942cc に排気量を抑えた代わりに、 DOHC 化したエンジンを積んだ25台のフォード GT40 を用意した。この年5月、パリを中心に学生のデモやストライキが激しく、一時は中止も検討されたが、フランス西部自動車クラブの熱意により、例年より約3ヶ月遅れでの開催にこぎつけた。ピット前の走行速度を落とすため、グランドスタンド手前にフォードケインが設置され、 ここでのストレートでの最高速度が時速 250km から時速 150km に大幅に抑制された。これによりコースは 13.461km、州から 13.469km、州へわずかに伸びた。出走したのは54台。完走は15台。ペドロ・ロドリゲス。 ルシアンビアンキ組のフォード GT40 マークアイが 4452.880km を平均速度時速 185.536km で走り優勝3連勝を達成した。ありがとうございます。